平野健介のワリド本気です。この番組は脚本家渚しぶちとナレーター平野健介がものづくり表現についてワリド本気に語り合う番組です。はい、どうもー、はい、どうもワリホンでございます。ワリホンでございます。順風男女とヒネモスの2人の平野健介です。はい、渚しぶちでございます。よろしくお願いします。いきなり噛みましたけどよろしくお願いいたします。はいはいはい、7月になりましたね。なりました。はいはいはい、まあまあね、平野くんの方も、うん、順風の活動がなんて話もすぐにしたいところではありますが、そんなことより、そんなことよりよ、 SKE です。はい、そうよ。今日はもう本当に、うん、ちょっとね、楽しみにしてきました。すみません。楽しみになっちゃったもん。ちょっと楽しみにしてきました。なんかね、自分で調べようかなと思ったんですけど、あ、はいはい、いやでもそれ今ナギさんがレール引いてくれてるからちょっと一瞬いいかなとか思いつつ、いいんだよ、独自に調べ出しても。でもなんかやっぱ自然とやっぱね、嫁さんとかともなんか喋る内容もなんか増えましたね。あ、本当。そう、我々はライブでその由来なんだけどさみたいな話とかをしたら、まあなんかさあすげえな渚みたいな私がこんなあれなのね、何年もかけて、そう悔しいみたいなことで言ういや、このまま奥さんも SKE の方に連れてそう割とちょろいと思いますけどね。いやいやいや、はいはい、まあ、はい、で、ね、おさらいしますけれども、はいはいはい、SK48 というアイドルグループがありまして、はい、私が大好きなので、平野くんをなんとかこっちに引き込もうじゃないかということで、うんうん、ここ数ヶ月、はい、月に1回このワリホンの時間をいただいて、はい、私が、洗脳をするという、そうでございます、時間をやってまして、はい、順調に洗脳が進んでおりますが、はい、で、まず最初に研究生の講演というのを見てもらいました。見ましたね。はい、でその後、はい、SKE の中のチーム S というチームの講演、うんうん、頭4曲見てもらいました。うん、でそれを見てね、うん、あ結構平野くんも、あなんかいいな、うん、ライブいいなみたいな感じになってくれた。うんうん、でだから研究生公演見て S 公演見たから、なんとなく、うん、あ SKE のライブこういう感じなんだっていう、なんとなくのイメージが一応ついたかなって思って。だいぶね、わかりました、わかりました。うん、で、うん、今日はですね、うん、SKE の2番目のチーム、うん、チーム K2 というチームがあります。うん、この公演、今やっている公演、はい、時間がないっていうタイトルの公演、うん、時間がない公演を、うん、のまたやっぱ頭4曲と自己紹介の部分、はい、見ていただこうと思うんですが、はい、視点を与えたいと思います。はい、お願いします。はい、ちょっとね、毎回私が、うんうん、情報が多すぎるのでトピックスというか、ここが見どころみたいなところを渚さんにそのちょっといただく、いただいた方が、うん、見やすいというね。そうね、導入としてはね。そうということで、まあ、はい、ね、本当はね、もうなんか知識なしで見た方がよりいいのかもしれないけど、うんうんうん、一応ということで、うん、お願いします。言っておきますと、今回のこの K2 の公演に関しましては、はい、まず、うん、さっきも言った通り、うん、なんとなく、あ、うん、SKE48 のライブってこういう感じで始まってこんな感じなのね、うん、がなんとなく出来上がってたなら、なおさらぶち壊してくる光景です。おー、はいはい、これは、はあ、実は、はい、今平野くんに言ってるからね、特になっちゃうけど、はい、我々も結構ぶち壊されたというか、はいはい、公演、アイドルの公演ってこうだよねをだいぶ覆された、ただ結果、うん、俺もだし、はい、多くの人がこの公演今大好きっていう、何それところがあって、この間、はい、公演に重要な要素としていくつかいろんな話をしたと思うんですけども、なんとなくそんなことも、はい、ちょっと思い出してもらいながら、今回も頭4曲で自己紹介まで見ていただこうかなと思います。やった。それではじゃあここからね、ちょっとしばしお時間いただいて、やった、見るぜ、見たいと思います。はい、はい、というわけで、はい、チーム K2 時間がない公演、頭4曲と自己紹介まで、これは6月17日のね、公演、ちょうど北野ルカちゃんっていう子が実は今月、この月、まあ、この収録日で言うと実は昨日卒業しちゃったんだけど、その卒業
を、まあ、記念してというわけじゃないけど、その、うん、と昔ね昇格したての頃にやっていた花火っていう髪型をみんなでやろうよって言って、うんね、はいはい、あのみんなが言う髪型をしてた回の公演でした。で、あの一人ね、うん、チームケツのメンバーが実はちょっと交通事故に遭っちゃってお休みをしなきゃいけなくって、うん、で、代わりにチーム E のね、はいはい、平野くんもお気に入り森本くるみちゃんがそうかスクランブルで出演してたという回でした。すごいな、うん、はい、そんなことなど微塵も感じさせないという感じでございましたけどね、はい、うん、まずじゃあ聞こうかな、うん、どうでしたか。いやーほんとね、うん、なんかね、うん、やっぱ私ちょっとアイドルライブっていうのを勘違いしてるんだというか、はいはいはい、ちょやっぱね舐めてたんだなっていうのがねありましたね。はいはいはい、なんか、うん、まあ、もう本当に解像度が浅いんで、うん、可愛い子たちが歌って踊る、うんうんうん、でそれをオタクたちが応援するぐらいの話だと思ってたんですけど、うんうんうん、そこにだから、うん、まあ曲順とかはあるかもしれないですけど、うん、その要はなんて言うんですか、舞台構成じゃないですけど、うん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 、よく順風男女とかでも、はいはいはい、オープニングのネタをどうするのかとか、じゃあオープニングはちょっと分かりやすい方がいいんじゃないか、いや逆にオープニングの方が分かりづらい方がいいんじゃないかとか、まあいろんなこうやり方があるじゃないですか、ネタ順、そうネタ順みたいなこととかを考えていて、うん、まあだからそれがアイドルライブにそういう考え方があるっていうことがちょっとね、うんうん、あの衝撃でしたね。おうおう、なんかあのめちゃくちゃダウナーというダウナーっていう風でもないな、だから異形のなんて異形のダンスって言ってる、それもギョッとしましたけど、うん、もうね、あのほとんど肌が出てないというか、さらに帽子もかぶっているっていう段階で、うん、で時々ちらっとあお口が見えたとか、あ指が綺麗とか、なんか、うん、そういうなんかちらっとこう見させていくっていうところから、うん、こう徐々にこうボルテージをこう上げていくみたいな、うん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 、なんていうかな、こう非常に、うん、なんでしょうね、まあ今までのアイドルわかんないですけど SKE 公演と違うっていうのの、うん、やっぱそれを明確に捉えれましたし、うんうんうん、それの良さみたいなのも、うん、これが好きなのもめちゃくちゃわかる、はいはいはい、なあと思いました。うんうんうん、なんか私最近そのランニングを始めたんですけど、あそうですね言ってたね、なんかねちょっとランニングと似てんなっていうのがおそうなんだ、そうかありまして、うんうん、あの何も分からずにもうとにかくがむしゃらに走るんじゃなくて、うん、最初ちゃんと歩くんですよね、ああなるほどね、そうそう、うん、最初2キロぐらいをあの心拍を上げるためにまあなんかそれこそねそのチームの人と一緒に喋りながら、うんうん、あの心拍上げるためにその、まあ、競歩というか早めに歩いていくんですよ。でそうしてこう自分のテンションというか、まあ、脈拍も上がっていって、うん、でそうなっていくと楽に今度スピード出して、うん、高いトップフィードというかその長い距離走るのが辛くなくなってくるみたいなことを最近よく体験してるんですけど、まさかそれと同じことというか、うんそのランニングタイムをな結構長くしっかり設けて、うんうん、でわーって明るくなっていってみんなの衣装がぬぬそのちょっとね衣装チェンジして白いね、うんうん、あのフリフリのキラキラの、うんうんうん、になってみんなのあの弾ける綺麗なね、うん、笑顔がファーッとこう溢れてって、で曲もあのあんまこうテンポが変わりすぎない、うん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 、一定のこう BPM でトントン、はいはいはい、みたいなので本当にこう気持ちよくこうなんか本当にランニングで走ってる時になんか急にファーッとこうランニングハイになってて景色がふわっとこう広がっていくような本当にねそう綺麗さというかなんかこう気持ち悪いですけど朝自分の中でなんか本当朝焼けの中をこうファーッとか走っていくみたいなそういう爽やかさがあっていやこれ好きだなっていうのも分かりますし、そこになったふわーってなった時にこうやっぱオタクたちファンたちもすごくそこでこうよっしゃってそこでこう乗っていける、こう最初から力みすぎていかないっていうこのちょっと引くっていうことをやるというこのことすごいですよね、はい、なんかね、で見事に本当にグッときましたし、うん、いやすごいいや嬉しいな
や、すごいすごい。なんかね、響いてほしいところ、ちゃんと響いてほしい。特にね、これは、まあ、平野くんだからっていうのもあって、一応ほら、一応じゃないな、音楽好きで、音楽やってる人じゃない。だから特にこの公演の違い、うん、今まで見せたのとの違いが特に分かるんじゃないかな、うん、別にね、そんな音楽やってない人だって、うん、もう割と一目瞭然に違うの、うん、やっぱりそうおっしゃった通り、うん、始まり方がだいぶダークな感じで始まってっていうところがあって、これね、多分今 の, 感想を聞いた感じ、はいはいはい、なんとなく感じてたんだろうと思うのは、はいはいはい、つまりね、前回まで公演においてコールとミックスすごい重要なんだよって言ってたんだけど、実は 1,2 曲目、うん、コールもミックスもないの。そうなんですよね、うん、ずっと聴いてるで、3曲目の Don't Stop Music っていうのの時に、あー、よっしゃ、一気に解放されたかのようにもうあのミックスが入るんだけど、もう俺ここが大好きなの。わかります、わかります。2曲目から3曲目に入るところの曲調が変わる、そのブリッジみたいな部分で、そこから一気に盛り上がっていくところがすごい好きで、もう整えに整った。そうそうそう、待ってましたっていうのがね、みんなで息を揃えて、そうなの、あそこすごい好きで。で、これ実はこの公演、ね、前回見てもらった S 公演って小室哲哉プロデュースなんだよって話をしたよね。はいはいはい、これは実はね、はいはい、ナイトテンポさんっていう韓国のクラブミュージックの人のプロデュースなの。だから前半割とクラブミュージックな感じなの。はい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 。しかもハウス系ね。そうそうそう。で、しかも、はいはいはい、ね、映像見てなんとなく感じたと思うけど、はい、ブラックライトとか使ってるの、うん、普通さ、うん、アイドルなんだから、うんうん、お顔をちゃんと見せてよって話じゃん。違うのよ、なんなら見えづらいのよ。でこれね、確か途中ね演出変わったと思うんだけど、うん、一番最初はね、もっとスモークも大事なの。だからもっと何も見えない感じだったところからスタートして、その3曲目 Don't Stop Music で一気にその、割と、最近のクラブミュージックから急にディスコ調になるんだよね。そのだからクラブはクラブでも一気にちょっと昭和とかな感じの、懐かしい感じに、でもそうおっしゃった通り、はい、リズムとかは変わんない。で、なんとなくこのカラオケボックスでも、はいはいはい、俺改めて、はいはい、やっぱカラオケボックススピーカーいいんだなと思ったのは、うん、重低音がね、実はすっごい聞いてる。今日音いいなと思いました、うん、なるほど。まあ、家でね見てたらここまでのドゥン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 のバスドラはあんなに来ないけど、なるほどね。やっぱね、ここは劇場で見るとすごいかっこいいの、ね、そういう解釈なんだ、うん、やっぱでかい、やっぱね、ところでかいスピーカーで聞くっていうのは本当にいいですね。これはね、だからこれが実は全然今までの、なるほど、 SK のとも違って、うん、っていうのがまず魅力なの。で、はい、ね、ちょっと話ずれて、平野君が言ったら、うん、そのネタ順みたいな話あるじゃない、はいはいはい、これ実はね、これに関して言うと、はい、アイドルライブ全般ももちろんそうだとは思うんだけど、うんうんうん、この48グループがこういう劇場でのライブのことを公演って呼ぶのよ、うん、これって実は俺実はそのね、曲順に由来してるような気もして、実を言うと、もっと言うと秋元康が、うん、プロデュースしている今まで従来 の、はいはいはい、48グループの公演は、うん、ちゃんと曲の歌詞とかもまあ、ストーリーになってるというか、一つのある世界での出来事のいろんな面みたいなのをいろんな曲にして並べてるのっていうのもあって、だから公演って呼んでるの。で、本当にだから K2 のこの場合、時間がないっていうタイトルで、2曲目が曲名として時間がないっていう曲なんだけど、実はね、よく聞くと全部の曲になんとなくね、時間とか関係するようなこと言ってるやつ、うんうん、っていうところもありで、その曲としてちょっと低いところから入ってってだんだん盛り上がっていくだとか、そういうこともすごいね考えられてる。これがね、その魅力にねハマっちゃったらもうね、
これは本当に言った方がいいってやつですね、うん、そうでしょ、本当にね、スピーカーのあの音でね、やっぱ聞くっていうのはやっぱすごいことですからね。で、今、まあ、今っていうかその前回も前々回も、うん、要は、頭4曲自己紹介までを見せてもらって、うんうん、この後、どの公演もユニット曲って言って、うんうん、ずっとね、頭4曲は全員で歌うんだけど、うんうんうん、ここからは、例えば3人になったり、2人になったり、5人になったりっていうそのちょっとした少人数で歌う時間になるわけです、はいはい、ここもまた各公演いろいろあって、それも面白い。 あのねちょっとだから一通り頭4曲シリーズ終わったら、うん、ちょっと一回ね全部ね、そう、平野くんに今度はおすすめのユニットを見せたいね。あのこの係数には実は、はいはいはい、俺的にね、はいはい、平野くんにぜひ見てもらいたいユニットがあるのよ。ユニット5曲目のね。あ、そうだったんですね。これはね、はいはい、多分 SKE ファンの方だったら、ああ、あれねってなる。あの、平野くん、ああいうの好きだと思うんだよね。っていうのもあったり、うんうんうん、なので、うん、あの、興味持った、うん、いやいや持ってますよ。めちゃくちゃ持ってますよ。いやー、そうなんだ。あとね、もう一つ言うと、はい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 、これなんでその、うん、一応自己紹介まで見せる、あ、頭4曲だけ見せてもよかったんだけど、うん、一応自己紹介まで見せてるのは、うん、まあ一人一人のキャラをなんとなく見てほしいなっていうのもあるのと、うんうんうん、あと、うん、このね、今となっては当たり前かもしれないけど、うんうん、アイドルって、うんうん、歌、ダンスができるだけじゃなくて、うん、やっぱね、ちょっとね、喋りもできなきゃいけないっていうのを、うん、このね、自己紹介のところで結構手腕を問われてて、いや露骨に出ますね、うん、やっぱりね、結構のだから尺がありますもんね。そうそう、人が多いからね、はっきし言ってさ、人数多いからっていうのもあるけど、割とたっぷり撮ってるんだよね、ここ。で、この後もユニットが終わった後に人 MC 入ったり、うん、その後の後半戦でもちょっと人 MC 入ったり、まあ公演にもよるんだけど、うんうん、あって、うんうん、やっぱね、それぞれ今日はこういうテーマでみたいなのがちゃんと誰か担当がいて決めてくるのよ、うん、で、その話でもって、まあ要は着替えの間とかだったりするんだけど、うんうん、そのね、次の準備ができるまでは話で繋がなきゃいけないというライブ独特のものがあるんだけど、これがやっぱね、あのやっぱやっぱしベテランはうまいし、いやそうですよね、うん、あの入りたての子たちは分かんないなりに一生懸命やってるしみたいなのがあって、ここがね、多分ね、その自己紹介 MC もずっと見てると、うん、うまいっていう自己紹介 MC もある、はい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 、で、うまいの時はね、客席も、うん、おーなるほどなるほど話してた、ね、自分がそれ、あの今回こういうことでこの間こんなことがあったんですよと、なので、うん、今日の公演もこんな感じで頑張りたいと思いますが、すごくうまくリンクしている話をする子がいたりする。なるほどなるほど。そうすると客席からおおその王が、そうそう、低い王が、そうそういうのもね、ぜひね、楽しんでいただきたい。なるほどね。だ、歌、ダンス、喋、はいはい、り全部を見て、あのお気に入りを選んでいただきたいです。そういうことだったんですね、うん、はいはい、いや、あのね、これ勝手なこう予想なんですけど、はいはい、なんで時間がないって言うんだろうっていうのをちょっと今私の説言ってみてもいいですか。分かんないですけど、うん、なんかあえて時間を使ってるというかとこなんじゃないかなって今ちょっと思いまして、前半のやっぱその、たっぷりしっかりあの息を上げていくっていうことって、うんうん、もう本当になんか普段の生活忘れてると思うんですよね。なんかもう、うんうんうん、なんかそれこそスマホとか TikTok とかを見てて、そのサビというか本当5秒とか6秒とかのもう面白さみたいなものとかをこうみんな見るじゃないですか。なんかなんかもうずっとトロトロの部分が常にずっと口に来てるみたいな状態で。っていう状態で時間がない時間がないって言ってるけど、普段我々はって言ってるけどって言いつつも、こうやって時間と空間じゃないですけど、時間をこんだけ贅沢に使ったらこういうこともできるよっていう時間への挑戦じゃないんですけど、なんか演出みたいな
っていうのをなんか感じました私は。あのね、ちょっと違う。いやいや平野くんね、うん、本当にこの公演、はい、絶対、はいはい、もう好きでしょ。いやもうちょっと、ね、気になっちゃう。最後まで聞くと実はちょっと、はい、あ違う、あ違うとかじゃなくて、あのね、なこの公演なりの、はいはいはい、答えみたいな、あまあ答えってほどじゃないけど、うん、あって、まあ、そもそもね 2曲目の時間がないっていう、ね、時間がないっていう言葉自体はさ、はい、割と俺ら使うじゃん、はいはい、よく使うし、はいはいはい、でどっちかって言ったらさ、まあ、ネガティブというか、うん、なんか何だろう、心が休まらないんじゃないですかね、そうそうそう、よくない状態じゃん、うんうん、あのね時間がないっていう曲の歌詞見ると、うんうん、時間がない、うん、そんな言い訳で本当にいいっていう歌詞なんだよ。なるほどなるほどなるほど、はいはいはい、そうそう、だから、うん、時間がないよって言ってる公演っていうよりかは、うん、時間がないって本当っていうテーマなんだよ。あ、うん、なるほどね、うん、深いな。いや深いんだよ、だからこれは別にアイドルライブ全般がそうっていうよりかはやっぱね48グループの公演の良さでもあったりして、ちょっとね演劇的なところね、熱さみたいなところが、秋元さんがもともとやっぱねお芝居をしたい人なんだよね。ああなるほどね。あの劇団を作りたかった人がアイドルグループ作って、はいはい、あの専用劇場を作ってっていうところからスタートしてるから、そうだった、そうそうそう、劇団やりたかったんだ。だ実際あの人作ったもんね、なんか何ドル何セントみたいな劇団作ってる、そうそう、あの、あれとかもそうだけど、いや本当にやりたいのはそっちだったっていうのをなんかで喋ってて、ね、そういうのがこう溢れ出ちゃって、出ちゃってる、相当出ちゃってる。なるほどね。でも、うん、そのね秋元康プロデュースだった SKE が、うん、その例えば S は小室哲哉、うんうん、K2 はナイトテンポさんっていう、うん、つまりあの要は秋元康を離れた公演が、うんうん、ここも実はファンとしては重要なところで、うん、いよいよ秋元康から離れ、うん、それでもどうなの、うん、ちゃんといい公演できんのっつって、うん、できたいい例なんだよ。なるほど、できてきてるぞ、そうそうそう、もうあのヤススの力を借りなくてもちゃんとできてんだぞっていうのを体現できたのは実はポテトグループの中で SKE だけなの、まだ。なるほどね、そこが面白みなんですね。面白み、これはね面白み、なるほど、ね、本当に、うん、いやー気になるな。来月はチームE公演を見てもらいます。E公演、チームE公演は、はい、凄まじい人気という、そう、あのまず、はい、銀河系軍団がお送りする、すごいぜ、もう、はいはいはい、その名も、はい、声出していこうぜ公演、真逆。なるほど、これはまあだ次回改めて言えばいいことかもしれないけど、はい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 、ちょっと言っちゃうと、はいはいはい、S の、はいはい、愛を君に愛を僕に公演、うん、K2 の時間がない公演はコロナ中にできた公演なの、つまり声をお客さんが出せなかった時代に完成してる、ところが E の公演はもう声出して、あの客席でね声援出していい時代にできた公演として声出していこうぜ声、これがこれがいいんです。交互期待、交互期待ということでありがとうございました。喋っちゃいましたけど、いやー楽しいですね、うん、それではこの後渚はもう元気がなくなってしまうのか、はい、もう出し切りました、交互期待でございます。また来週、さよなら、さよなら。渚橋口と平野健介の割と本気です。